こんにちは、賃貸のまさきです。本日は奈良市大安寺町にございます 2LDK のお部屋のご紹介をさせていただきます。こちらのお部屋なんですけれども、ペット相談物件となっておりますので、ワンちゃんを飼ってらっしゃる方ぜひご覧ください。まずこちらがキッチンとなっております。最近リフォームしたてですので、本当に新しいものが入ってますね。白もとてもおしゃれな柄となっております。中の方もね、たっぷりと入れていただけますので、調理器具や調味料などすべてこちらの方にしまっていただけるようになっております。上にもね、しっかりとございますね。でこちらの部分には、エアコンがあらかじめついておりますので、すぐに快適にご利用になっていただけます。そしてこちらがバルコニーとなっておりまして、2部屋つながっておりますので、バルコニーの部分もすごく広いですね。そして見晴らしがとてもいいです。大安寺や駒山が眺められる、とても景色のいいねバルコニーとなっております。そしてリビングからこちら続く形で洋室が一部屋ございます。こちらの洋室からももちろんバルコニーが出ていただけるようになっております。そしてこちらなんですけれども、ウォークインクローゼットとなっておりまして、でも収納部屋としてね、使っていただけるようなフリースペースとなっておりますので、ぜひ便利なのを使ってみてください。そしてこちらの方もありますと、こちらがお手洗いですね。お手洗いの、すぐ後ろにはこのように収納スペースがこちらにもございますので、掃除機などね、こちらに入れていただけるようになっております。お手洗いの隣がまた水回りとなっておりまして、室内洗濯機置き場とシャンプードレッサーですね。こちら通常よりもワイドになっております。そしてこちらが浴室となっておりまして、木目調のブラウンのアクセントパネルが貼ってあって、とてもリラックスできる浴室となっております。そしてこちら側にまた洋室が1部屋ございまして、こちらの洋室にはしっかりとした2軒分の収納スペースございますので、お荷物ねたっぷり入れていただけるその洋室となっております。それでは最後に玄関部分のご紹介をさせていただきます。こちらが玄関スペースなんですけれども、こちらにもシューズボックスしっかりとございますので、ご家族分のね靴の方も入れていただけるようになっております。まだまだこちらのお部屋の素敵なポイントは全て伝えきれてはおりませんので、ぜひ当社のホームページでご確認ください。奈良のおもてなし奈良心、賃貸のまさきでは皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。